皆さんこんにちは、アクソーサイの講師です。いろんなお葬式の話を交えてですね、この YouTube チャンネルでやっておりますが、後でこの撮影が終わった後、いろいろこう編集というかですね、アップするのですね、動画を時間を見るんですね。自分では結構短く話したつもりなんですけど、結構時間が経っておることがあるんですね。おそらく聞いておられる方も、もうちょっと短くしてくれやいいのに、いうのがあるんじゃなかろうかと思ってみたりするんです。でやっぱりね、短く自分でもせにゃいけんのとこうやって思いながらですね、要点だけまとめて話しとるようなんですが、これがあの撮影が終わった後ですね、録画を見るとですね、なんやこれまた同じこと何でもよるじゃないと、たった一つのね、3分5分の中でさっき言うたじゃないのが多いなったんですね。そういうことを気をつけてですね、やっぱり見ていただいとる方が、要点まとめてちゃんと話してくれちゃったというような動画をですね、作れるように心がけていきたいと思います。今日はですね、そういう何の皆さんの役にも立たなかったでしょうけども、そういう話をさせていただきました。秋総裁でございました。はい、どうも失礼します。